皆さんこんにちは。カモメ放送局です。3月29日、ようやくプロ野球が開幕しました。開幕戦は現地観戦しましたが、開幕セレモニーは圧巻でした。肝心な試合の結果は、1勝2敗でマリーンズが負け越しています。今回は、この3試合を軽く振り返りながら、個人的な雑感をお話ししようかと思います。それでは見ていきましょう。まずはじめに、3試合のスターティングメンバーを見ていきます。初戦と3戦目では、1番に藤岡選手、2番、3番にソト、ポランコ選手の外国人組が入っています。昨年の出塁率が3割8分9厘の藤岡選手を先頭に、昨年の OPS の高かった選手が上位に入っています。守備の特徴としては、安田選手がファーストでソト選手が DH、ポランコ選手がレフトの守備についていますね。この2試合のスタメンはかなり似ています。2戦目はポジションを入れ替えて、安田選手の代わりに荻野選手が加わり、1番に入っています。2番以降は 1.3 戦目の1番から1つずつ後ろに下がっている形。守備の特徴は外選手がファーストの守備について、DH にはポランコ選手、山口選手と荻野選手が両翼についた形でした。下位打線はスタメン争いの激しいセンター、ショートは日替わりで、サードの中村選手は7番固定。キャッチャーは先発ピッチャーに合わせて入れ替えているようです。打順そのものの感想としては、個人的には結構好きな組み方です。SNS では、1番や2番、打者の考え方にどの球団でも賛否があるようですが、出塁能力の高い荻野選手や藤岡選手と長打のある外選手の組み合わせは、非常にいいと思います。OPS の高さで言えば昨年、オープン戦と高い数字を出している角中選手は3試合全てでスタメンからは外れています。ポランコ選手がレフトに入る関係や、3試合のうち2試合で相手先発が左投手であったことも関係あるかもしれませんが、とりあえず山口選手の奮起を期待しての起用なのかなとも感じました。そして、個人的に気になっているのが荻野選手の起用法です。この3連戦ではプラトーン起用になっていましたが、考えられるのは、外選手が守備に制限があるのか、荻野選手自身の年齢を考慮した休養を挟む起用なのか、でしょうか。相手先発の左右で決めているのかと2戦目までは思っていましたが、3戦目の左の上原投手の時もスタメンからは外れています。しかし、上原選手は昨年はやや右打者の方が苦手としていたようなので、何とも言えません。まだ春先で、外国人2人が本調子ではないことを考えると、荻野選手にも頼る2戦目のオーダーをしたいところですが、しばらくは各選手のコンディションを見ながら日替わりで2つのパターンを採用していくと思います。角中選手がスタメンに入るタイミングも注目ですね。ここからは、試合の内容について触れていきます。すべて追っていくとキリがないので、試合のターニングポイントとなった箇所や、各選手の特徴や状態が顕著に出たポイントを切り取って、雑感をお話しします。まずは初戦、先制点を許した3回表の小島投手です。先頭の7番、水野選手にスリーベースヒットを許しましたが、個人的に気になったのは8番、奈良選手へのフォアボール。2球で追い込み、本来なら比較的楽にアウトが取れるカウントでしたが3塁、ランナーへの意識が強すぎて、結局フォアボール。続く田宮選手にタイムリーを打たれ、松本選手の送りバントは小島選手のフィルダースチョイスでノーアウト満塁。吉井監督も試合後にコメントをしていましたが、1点に関わりすぎて、大量失点のピンチを自ら招いたように感じました。結果としてマリーンズは1点しか取れなかったわけですが、ある程度1点は割り切っていれば3回は1点で済ませられたように感じますし、少なくとももう少しイニングを投げられたと思います。初回から三振が取れて、調子が良さそうだっただけに非常にもったいないです。その後の6回以降は3人の投手が投げましたが、横山投手と鈴木投手の若い2人は、調子のいいうちに登板してほしいと思ってたので、いきなりいいスタートが切れてよかったなと思います。6回、7回を投げた国吉投手は全体的にボールが甘く、レイエス選手にホームランを浴びましたが、7回はある程度修正してくれましたし、あの敗戦ムードの中で2イニング投げてくれたことにひとまず感謝したいです。この試合は正直つまらなく、打線に関して特にコメントすることもありませんが、9回はポランコ選手と山口選手のヒットから得点につながりました。当たり前ですが、やはり得点は中軸次第という感じです。安田選手の犠牲フライですが、4点差あったので、得点が入った重みより田中投手が立ち直るきっかけになったように感じました。続く2戦目、種市投手と加藤投手の好投手同士の投げ合いになりましたが、種市投手は149キロのストレートと140キロを超えるフォークで6回無失点、8奪三振の好投。ストレートの最速は154キロと、昨年よりスピードアップ。今年から投げているカーブはあまり見られませんでしたが、来週以降どんな配球になるか期待ですね。個人的に気になったのは4回表、3番の万波選手からの打順でしたが、2者連続のフォアボールを与えています。
結果的に連続三振で無失点でしたが、先頭から三振を意識しすぎたような投球からピンチを作ったのはやや気になりました。攻撃も動きがあったのは4回です。先頭の荻野選手の打ち上げた打球は誰もいないレフト線に落ちてツーベースヒット。続く藤岡選手はショートゴロでしたが、荻野選手はこの当たりで三塁へスタート。フィルダースチョイスを誘い、ノーアウト 1.3 塁を作ります。この辺りの荻野選手の走塁意識の高さはさすがですね。初戦の安田選手の犠牲フライの時も一塁ランナーの山口選手が二塁へタッチアップ。井口監督時代からの走塁意識はチーム全体に根付いていて、マリーンズの強みと言えます。このチャンスを外選手が長打で返しましたが、やはり中軸が打てば点につながるなと感じましたね。しかし残念なのが、この後のノーアウトランナー二塁での三者凡退。左に弱いことを承知の上で起用してるポランコ選手はまだしも、山口選手と岡選手にはもう一押ししてほしかったですね。この時の加藤選手の球数は50球程度で、ここを2点で抑えて立ち直ると、またいつものように長いイニングを投げられてしまう危険もあるので、そういう意味でもこういう場面での連打は欲しいです。6回の裏も外選手の犠牲フライで得点しますが、この時にも同じことが言えます。また、ここでもチャンスを作ったのは荻野選手と藤岡選手なので、この2人の1、2番はやはりもっとたくさん見たいです。その後は7回西村、8回沢村、9回増田投手で完封リレー。3人とも今季初登板でしたが、しっかり抑えてくれました。最後の3戦目、佐々木朗希投手と上原投手の投げ合いでした。先発の佐々木投手は5回1失点7奪三振という内容でした。調子としてはまずまず、といったところでしょうか。5回で95球で被安打6とやや苦戦したようにも見えますが、フルカウントが多かったもののフォアボールは一つで長打もありません。1年間活躍するためのスロー調整をしているとのことなので、こんなところなのかなと思います。結果的に敗れていますが、先発としての役割はしっかりと果たしてくれたと思います。次回以降はイニングをもう少し投げれるようにはしてほしいと思います。打線は3回裏。また藤岡選手が作ったチャンスをポランコ選手のヒットで広げて、山口選手のタイムリー内野安打で先制。ポランコ選手がこの試合ではかなり触れていた印象がありました。しかしやはりここでも後続が1、3塁のチャンスを畳みかけることができず、2点に止まります。この後触れる8回の攻撃が SNS では物議を醸していますが、個人的には昨日に引き続きこういうところが気になります。4回裏は中村翔吾選手の長打からチャンスを作って得点に至りますが、ポランコ選手と同じく中村選手もこの試合では打撃好調、復調の兆しとなるかもしれません。そして問題の8回裏です。安田選手のフォアボールを足がかりにバントとヒットでワンアウト1、3塁のチャンス。この2安打の佐藤選手はこの打席でスクイズ、打ち上げてキャッチャーファウルフライとなり失敗に終わります。ベンチのサインだったようですが、個人的には当たっている佐藤選手に打たせてみてもよかったのかなとも感じています。しかしサインを出されたら期待に応えて決めてほしいという気持ちもあります。外国人選手や山口選手のような普段バントをほぼ任されない選手ならともかく、佐藤選手の立ち位置を考えたとき成功させてほしかったと思います。そしてもう一つの問題点は9回表、1点差で2連投の増田投手。先頭を三振に切ってレイエス選手にフォアボールを与えて、ダイソーに磯畑選手。そもそもこのフォアボールがいらなかったというのは置いておいて、タミヤ選手に対して2球目のストレートを右中間に打たれます。ライトの山口選手とセンター和田選手がそれぞれ追いついたように見えましたが、交錯し落球、タイムリースリーベースヒットになりました。続く水野選手にもあっさりタイムリーを打たれ逆転、そのまま敗れます。はっきり言って落球がなければ少なくとも逆転は許していません。このイニングでの問題は3つあると思っていて、1つは山口選手と和田選手の連携ミス。これは当たり前ですが、もう二度とないよう、二人には意識してもらいたいと思います。そして二つ目は、9回1点差でなぜ山口選手に守備の回を出さなかったのか。山口選手は、守備を売りにしている選手ではありません。守備機会はありませんでしたが、レフトのポランコ選手も、9回の守備についています。ベンチには、ライトの守備に定評があるアイト選手、外野ポジションを全てこなす岡選手がいます。1点もやれないこの場面、この回でゲームを確実に終わらせるには、守備の交代は必要だったと思います。ではなぜそれがなかったのかと考えたとき、同点に追いつかれて裏の攻撃があることを想定していたのだと思います。それこそが3つ目の問題点、クローザーとしての増田投手への信頼度です。1点差とはいえリードしているにもかかわらず裏の攻撃を想定されるクローザーというのは正直疑問符が浮かびます。実際守備のミスを抜きにしてもフォアボールや痛打が前日から目立ちます。個人的には増田投手のクローザー固定、少なくとも連投でのクローザーは厳しいと考えています。もちろん250セーブという目標に到達してほしい気持ちはファンとしてありますが、チームの勝ちを犠牲にしてやることではないんじゃないかと思います。
幸いなことに、クローザーの経験が豊富な沢村投手や勢いのある横山投手が今年は元気です。2軍では岩下投手やコルデロ投手も調整をしています。全く代わりがいない状況でもないので、クローザーを増田投手一択として考えるのは厳しいと思います。もちろん、増田投手の大記録達成も期待はしているので、せめて他の投手とうまくやりくりして、伝統のクローザーだけは避けてほしいです。最後に、全体の総括をしていきます。打線は藤岡選手が絶好調、今後も1、2番での活躍に期待です。その他だと、中村、ポランコ、佐藤、荻野選手の4人が打撃上向きな印象です。福岡でも継続してほしいですね。逆に心配なのは和田、岡選手のセンター2人と山口、安田選手の2人です。センターは他に選択肢がないのでまだしも、中軸の2人に長打がないと得点につながりません。打線の課題が浮き彫りになった3連戦でしたが、結局は外国人2人の調子が上向くのを待っている状況なので、今は我慢の時期で、これ以上悪くはならないとも考えられます。投手陣は調子自体は全体的に悪くないのかなという印象です。そして土日に行われたファームですが、井上、石川選手がホームランを放ち、上田、池田選手も当たっています。一軍当落戦場の選手が打っているのは、ポジ要素です。先発は唐川投手と二木投手で、二人ともここで登板したということは、火曜からのホークス3連戦での登板はなさそうです。開幕セレモニーに参加していて登板のなかった美馬、ダイクストラ投手やしばらく登板のない中森投手あたりが候補でしょうか。また、美保投手がこのタイミングで支配下登録されており、もしかしたらロングリリーフなどでの起用を考えているかもしれません。いかがだったでしょうか。勝てる試合を落とした、ちょっと悔しい3連戦になってしまいましたね。しかし、投打ともに調子は上向きつつあると思います。まだまだ始まったばかりなので、希望を捨てず、私たちも上を向いて応援していきましょう。この動画がいいと思ったら、チャンネル登録、高評価などをしていただけると幸いです。それでは、またの機会にお会いしましょう。